はい、こんにちは。今日は珍しく遅くの動画を撮りました。さっきのね、子育ては2人でするものじゃ、夫婦でするものじゃないですよっていう動画の補足として、ちょっとね、言葉が足りなくなったなと思ったので、もう一回動画を作ることにしました。はい。でですね、まず、世界村の一斉放棄のお話からちょっとしておきたいと思います。すごかったんですよ。さっきもお話をしましたが、佐藤満郎さんという作家さんが、世界村という村を作ろう。どういう村かっていうと、日本全国各県に拠点を作って、そこでエコビレッジを作りたい。で、みんながもうフラットに、組織、なんていうんでしょう、上下関係がない、お互いが対等に話ができるところで、エコビレッジを作れたらいいよねって。そこでお互いの信頼関係とか愛情とかっていうものでつながれる共同体が作れたらいいなっていう企画を出したんですね。そしたらそれに賛同する人たちが日本全国から集まってですね。で、それで、じゃあオリンピックが開催されるちょうど同じ時間、ウラリンピックっていうことで、この決起集会をやろうというのが、この一斉蜂起集会のコンセプトでございました。で、私はそこの、アイコブレじゃないや、世界村神奈川の集会に参加してきました。で、まあね、びっくりしました。いろいろすごく感動だったんですけれども、何が一番感動だったのかっていうとですね、この世界村神奈川の、とりあえずその立ち上げメンバーに申し込みをして集まってくれた人、その23日の段階で、80人くらいいたのかな。今、正式な、LINE に入っている人たちが96人いるんですけれども、その、まあ、80人ちょいいたんですね。で、そのうち、この23日の、一斉蜂起に、行きますって、会場に集まりますっていう方がですね、こんにちは、ありがとうございます。マリさんってありがとうございます。どなたでしょう。ちょっと、名前がわからなくてごめんなさい。よかったらコメントしてください。めっちゃ嬉しいです、コメントがあって。で、話の、ごめんなさい、ちょっと話の続きをしますね。そう、その、世界村神奈川ですね。80人ぐらいのメンバーのうち、30人以上、まあ40人以下ですけど、ゆうきさんですね。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。こんにちは。聞いていただいてすごく嬉しいです。ありがとうございます。はい。今日の補足なんですけど、あまりにもその世界村の感動が素晴らしかったので、ちょっと続けたいということと、あと、私、ライフリフトという神田正則さんがやっているグループに所属してるんですけれども、そこで今度8月1日に、ライフリフトリレーという、各自がやりたいことを5分間プレゼンして応援者を募りますっていう企画があるので、そこでぜひ、このやりたいことをプレゼンしたいなと思っているので、それもあって私がやりたいことをここで表明することにしました。ぜひ応援してもらえたら嬉しいです。で、この世界村、何がすごかったのかっていうとですね、その30人超、当日全員初対面だったんです。で、夕方6時半に集まって、発表が8時。で、その8時の集会が始まるまでに、世界村神奈川で、私たちはこんなことを目指しますっていう共通の目的を決めて、30秒間でプレゼンして発表してくださいねっていうお題が各県の事務局に託されていたんですね。で、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。嬉しい。ゆうきさんが応援してくれたら元気100倍です。頑張ります。そうでね、すごかったんですよ。このわずか90分余りの間に、会場を設営し、みんな初対面ですよ。会場を説明し、協力し合って、コンセプトを話し合い、お互いの、それぞれの人が持ってる、私はこれをやりたい、世界村神奈川でこれやりますっていうのを、一枚ずつ、大きな木の絵をこんな模造紙に全部描いて、で、そこに一人一人のちっちゃい葉っぱの形をした、こんなことやりたいっていうのを短冊みたいにみんな描いて、貼って、で、みんなで共通のこの歌のメロディーに合わせて、私たちのこの、歌詞をみんなで歌おう。
で、その後にこういうプレゼンをしようっていうのを決めて、30秒間でそれやったんですよ。結構すごくないですか？人ってこんな風にネットでつながって、わずか90分で協力して40人弱ですけどやれちゃうんだっていう、結構衝撃でした。でね、すごいなと思ったんですけど、そこで、出てきた、そのグループで出てきたのが、みんなで子育てをするコミュニティを作りたいだったんですね。で、まあ、いらしてた参加者の方たちって、まあ、30代ぐらいかなっていう方がすごく多かったんですけれども、それもすごくね、貴重な場なんですけど、で、私はぜひそこでやりたいなって思ったのは、まあ、仮に今、スマイルタウンっていう名前をつけてますけれども、仮想通貨でね、仮想通貨っていうのは自分で発行できるっていう意味なんですけど、で、発行できるお金っていう意味なんですけど、仮想通貨で、子育てのスキルとか、時間とかっていうものをお互いが、交換できる、そういうやり方でみんなで子どもを助けて育つことができる、仕組みを作れたらいいなっていうことをすごく強く感じたんです。で、そもそもそのスマイルタウンが何ぞやっていう話なんですけど、まず、例えば誰かが、1時間例えば何やこういうことやってほしいですみたいなメニューを出していきますよね。ココナラのとかクラウドワークスみたいなイメージで、こういう仕事募集してますみたいな。で、これだけやってもらえたらハートいくつ、スマイルいくつ出しますみたいな感じでやってて。で、探している方は、じゃあやりますみたいなことやって、で、本当にそれでやってもらったら、じゃあ、何々さんにハートをいくつ、スマイルをいくつ渡しますみたいな感じですね。で、そのスマイルっていうのが通貨になって、お互いにやる。で、そのスマイルをたくさんもらった人は、他の人が、じゃあそのスマイルいくつで、私こんなサービス出してますっていうのに、私そのサービス受けたいですって言ってサービスを受けることもできる。なので、例えばじゃあ、私みたいなもう子供を育てることも多分、子供を子育て卒業しちゃって今子育てする予定がないっていう人であっても、じゃあ子育てちょっと子守りだったら1時間やってもいいやって言って、スマイルをもらいますよね。そうすると同じそのスマイル1個分の、例えばじゃあ動画編集の、授業をちょっとレッスンをちょっと60分受けるとか、そういうことができるようになるっていう、そういうサイトが作れたらいいなっていうのがあったんですね。で、そもそもなんでこんなものを作ろうと思ったのかっていうお話なんですけれども、子育てにおいて、母親が子供を面倒を見るものだとか、そこまでいかなくても、親が子供の面倒を見るものだっていう、縛りですね。縛りとか社会通念とかですね、そういうのがすごく今でも強くて、意外と見ず知らずの人に、いや大変だからちょっとうちの子見てよっていうのってものすごくハードル高いんじゃないかなって感じてるからなんですよ。で、仮想通貨だけれど、じゃあスマイル払うのでちょっとやってくれないって言って募集を出して来てくれる人に頼むんだったらできるんじゃないかなっていうふうに思ったのがそもそものきっかけです。で、皆さんご存知のように2020年、日本女性の半数以上がもう50歳以上の社会です。この社会で子供を持っている女性たちが自分で仕事をし、子育てをし、そして自分の親とかおじいちゃんたちの介護をし、税金を納めっていうのは無理ゲーです。はっきり言って無理ゲーです。で、仕事しながら子育てするだけだって無理ゲーだと私は思っています。なぜかというと、まあ、ぶっちゃけ、今の若い世代の、若い世代に限らず私たちぐらいの世代でもそうですけれども、人たちで、子供を持つまでちゃんとした子育てってスキルがあるんですよね、実はね。子供を見るとか、相手をするとか、一緒に遊ぶとか、ちゃんと食事を食べさせるとかってかなり高度なスキルがいるんですけど、それを持ってる人っていないんじゃないって思ってるからなんです。で、実は私たちが母親になった時も全くそれまで子守の経験がない、赤ちゃんは面倒を見たことがないっていう経験で、いきなり自分が1日24時間赤ちゃんの面倒を見る
立場になって、何これ、知らんがな、どうしたらいいのっていう、相談できる相手がいないっていう状況ってかなり経験してるんじゃないかと思うんです。で、そこで、まあ、いろんな、育児サークルに参加してみたりとか、講座を受けたりとか、やるんだけれども、やっぱり、どうしてもね、自分、旦那さんの方は仕事に行っていて、パートナーの方はそれがよく分かってないとか、なんでそんなにイライラしてるのか分かってもらえないとか。で、特に母乳で育ててると、1日に4回も5回も起きるのが、30日とか60日とか続いた場合に人がどれほど追い詰められるかってことは、パートナーは分からなかったりするわけですよね。で、そういうことについて、教育する仕組みっていうのは今は多少あるけれど、じゃあだからといって、ハードワークで1日10時間とか、もしかしたら残業でそれ以上毎日働いている男性が家にいる時間は全部子育てのために自分の時間を使えるかって言ったら、まあ無理だと思うんですよね。よっぽどできてる男性じゃないとそれは難しいと思います。なので、このスマイルタウンでは、生まれてきた赤ちゃんに、まず、もう赤ちゃん生まれてきたっていう段階で、そのスマイルを、例えば1万スマイルとか、生まれてきちゃう。持って生まれてくる。なので、そのスマイルを使って、いろんなサービスを親が使える。そうすると、なんだろうな、親がちゃんと自分自身の面倒を見る時間、自分を楽しませる、自分が楽しいことをする時間とか、自分が休む時間とか、そういうものをきちんと取れたら、今の子育て環境ってかなり変わってくるんじゃないのかなって私は感じているし、逆に今ね、せめて子育てをしている世代に対してそういうことをしなくてどうするっていう気持ちはかなり強烈にあります。そして実は私の周りにいる人たちってみんな素晴らしい才能を持っている人たちなんですね。それは、まあ、すごく直感が鋭くて、周りの人の気持ちがもう見るだけですぐ分かっちゃうとかっていう人もいるし、人を元気づけるのがものすごく元気だ、あの上手だったりっていう人もいるし、食用とか、人の顔見ただけで栄養状態がすごい分かっちゃって、どんなものを食べたらいいのかっていうのは分かる人とかもいらっしゃるし、子供のケアについての分かる人もいらっしゃるし、夫婦関係でどんなコミュニケーションをしたらうまくいくのかってことも分かる方もいらっしゃるし、本当にいろんなスキルを持っている方がいらっしゃるわけですよね。で、クラウドワークスじゃないけれども、クラウドワークスって実は、まあ、ああいうネット系のオンラインの仕事サービスって当然ですけれども、ネット上で完結するお仕事がすごく多いですよね。でも、そうではなく、もっと地域に根差した、例えば、子供の面倒なので、やっぱり歩いていけるっていうか、なんていうの、車に乗ってても1時間以上もかかるようなところにわざわざ子供の面倒見に行く人ってそんなにいないと思うので、すごく地域の密着した話なんですけれども、そこのコミュニティの中で助けを求めている人と、助けを差し出したい人、実は子供の笑顔を見るだけで救われるとか、そういう人たちも実はかなりいると思うので、そういう人とを結びつける仕組みがあったらいいのにって思うし、そこで、例えば畑を作りたい人、自分の家庭菜園を持ちたい人と、農地が余っていて貸したい人とかいたら、もっと話はすごい素敵じゃないですか。で、そういう、マッチングサイトあったらいいよねって思います。世界村のそもそものコンセプトがそういうものなんですけれども、何でしょうね。まあ、これからだんだんそういうコミュニティはできていくと思いますが、何でしょうね、オンライン上で、仮想通貨を使っていても、そういうものができたら楽しいなって私は思ったので、ここでその話をしました。もし、可能であれば、みんなで子育てする世界、一緒に作っていくのを応援してもらえないでしょうか。世界村のお話はとっても面白いので、後でリンクを貼っておきます。ぜひ皆さんも参加してください。では、ご参加ありがとうございました。ゆうきさん、本当にありがとうございます。またね、後で、またね、次の動画でもお会いできたらと思います。また、ゆうきさんのことも応援しているので、ぜひ頑張ってください。では、これでお話をおしまいします。ありがとうございました。失礼します。